拍手をお迎えください。村田俊一さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ村田さん、交流戦が明けて東京ドームジャイアンツ帰ってきて、はい、ものすごい状態で帰ってきてくれましたね。いい状態ですね。マル君が入ってきて、梶谷君も帰ってきましたし、打線が非常にいいですよね。今日打ってよ。坂本選手がね、今村田さんに声を、安定してますけどもね、もうちょっと打ってほしいですね。はい、そうですね、はいはい。まあ、ちょっと今日の見どころじゃ伺いたいと思います。さっき大瀬良君といいピッチャーなんで、巨人打線、好調の巨人打線がどう攻略するのかを楽しみにしてきましたけどね。今日ではジャイアンツ8連勝ですから、はい、私はもう見えてますからね。見てもね、はい、見えてますからね、はい。で、今日レジェンズシートが、はい、カープ OB、はい、高橋義彦さんと、はい、ダブル解説、はい、これ現役時代は、いや、僕は補欠で、僕は広島の顔でしたからね、はい、普段あまり放送とかでご一緒されたそうないですか、初めてです、はい、そうですか、じゃあレジェンズシートならではのコラボレーションということで、はい、気楽な話をしたいと思います。よろしくお願いします、はい。試合は午後5時45分プレーボールです。お楽しみに。はい、よろしくお願いします。ジャイアンツオフィシャルスポンサー、オフィシャルプレミアムスポンサーダゾーン、オフィシャルオンフィールドキャップサプライヤーニューエラ、オフィシャル DX 推進パートナー NTT ドコモ、オフィシャルスポンサー愛田設計、読売巨人軍はご覧の皆様にご支援いただいています。背番号88。共にジャンプ。